おー、レッツゴー、ズンチチズズンズンチズンチチズズンズンチ、サラパー、サラパー、サラパッパラパ、サラパチャンネル。今日何するの？それ。いや、今日は新大久保を、今流行りっていうか今めっちゃ賑わってるんだって。その新大久保をサラが案内しますって話。サラちゃんよく来るの？え、サラ鬼が住んでるからよく来る。よく来る。だってたまにコメントで最近サラちゃんを新大久保でしょっちゅう見るとかあるじゃん。めっちゃドスッピンでもうスウェットみたいな格好で歩いてる。分かってんの、サラちゃんって。うん、はい、なるほどね。じゃあサラちゃんが今日案内してくれると。うん、ということで行っていきたいと思います。それでは、いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。レッツゴー。この通りにはいっぱいいろんなものがあるんだけど、とりあえずあっち行ってみる。だいぶ歩いたんだけど、ご飯まだまだまだ全然ここ、もう始まりの始まりだよ。そうなの？うん、トンマッコルってお店に来ました。見て、このチーズキンパってやつが人気なんだって。そうな、ちょっと美味しそうじゃない？あ、なんか胃がもうすでに、すでに早くない？見てるだけでちょっと食べてみようよ。新大久保に来たのにさ、なんか乗り気じゃなくない？もっとなんか、よー新大久保みたいになんない？うわ新大久保だって日本なんだもん。変えないと、そのイメージを。ここ、日本じゃないの。だって新宿の隣じゃん。ここは韓国に飛行機で来たの忘れないで。もっとノリノリになってよ、サラが案内してるのか。チーズキンパ食べてみたいね、サラちゃんみたいな、できない？じゃあ、それ来たらやるね。うわ、これがキンパ、キンパの人がキンパ食べてるみたいな、そんな感じ。おー、来たー、チーズキンパ。うわ、これが、これがチーズキンパ。わざとらしい。じゃあ、いただきます。いただきます。うわ、ちょっと一番端っこはさ、端っこ、わかるわかる、端っこは一番チーズが固まってる。勇気出してる。伸びるね、これ。どう？うん、普通にチーズ。どう？うん、なんか辛いっていうの？辛いのか、チーズなのか。あ、辛い。うん、美味しい。辛さとこのチーズのこの甘さが混ざって、これは美味しい。チーズ好きにはこれたまらないよ。確かに、チーズ好きにはたまらない。チーズあんまり好きないんだよ。ふざけるな。ちょっと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、食べたね。結構案外ペロッといけたね。チーズは胃がくるけど、でもさ、この美味しさがあったら別に胃に来てもいいんじゃない？みんな多分チーズ好きだから。じゃあもうちょっとこのまま時間経つとさ、どんどんお腹膨れてくるから。そうだね、次行こう、次行こう、次行こう、次もチーズだから。あった、あ、なんか種類がいっぱいある。チーズが人気なんだ。すみません、どれが人気ですか？一番人気なのはポテトレーラー。ポテトレーラー。あ、じゃあポテトレーラーにする。じゃあポテトレーラー一つください。あ、じゃあこれ全部投げるの、ちょっと僕ダメかもしれない。え、これを、これにこうやって。ほんと？砂糖をつける。つけすぎ、つけすぎ、つけすぎ。え、どういうこと？いっぱいつけない。え、マスタードだよ。甘いのにマスタード合う？合うんですよ。本当？いや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 、明らかこれ辛いやつじゃん、サルちゃん。普通のホットドッグ食べたいよ。はい、これで。ありがとうございます。ガブッとガブッと。いただきます。ビビりすぎる。え、マスタード、え、え、ちょっとちょっとちょっと。ちょっとこれマスタードに甘いよ。ねえねえ、そんな顔しないで。あ、これ僕無理だわ。なんか甘いようでしょっぱいよ。めっちゃ美味しい。あ、まあ女の子の食べ物だね。ちょっとふざけない。これ好きな男いっぱいいるよ。そうだ、男女差別だよ今の。日本にあるからちょっと舐めてた。美味しい、めっちゃ美味しい。また来よう。よかった。じゃあ移動しますか。移動しなきゃ。誰様だよ。だってここで音楽なってる。新大久保ってだって結構さ、こういう音楽が店から漏れ出してるから、それに合わせて踊ったりできる。同じ？何それ？踊ってよ。それ踊りじゃないよ。ね、何それ、おたげじゃん。
ホタゲーだろ。ホタゲーだ。ホタゲーでしょ。せーの、よーよー。リリ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 。TikTok でバズったと言われてるのがここの人生酒場。なんかね、ここのお店って急に台風みたいに嵐のように現れて、ここってさ、できてもすぐ潰れる場所が。そうなの。でもここのお店は大丈夫そう。ここいろんなお店が1ヶ月交代ぐらいで潰れてくるの。そうなの。でもここだけで成功したの。あれ、チヂミしか売ってないと思ったら結構売ってる。チヂミ、あ、でもそんなことない、これ全部チヂミじゃん。チヂミほら、チヂミとマッコリのお店なの。ちょっと入ってみようよ、せっかくだし。マッコリ飲めないけど大丈夫。うん、大丈夫。僕のあそこはもっこりしちゃうから、僕のあそこはもっこりしちゃうから。すごいすごい、天井が、なんでこりゃ、屋根裏みたいだよ。めっちゃ雰囲気あって、一貫じゃね。メニューすごいよ。すげえ、いっぱいチヂミあるじゃん。チヂミしかないとか言ってたけど、チヂミの種類が多すぎて。はい、ありがとうございます。わ、すごい。もはや牛乳じゃ、はい、ヨーグルト並みに飲んで、私がついであげる。うわ、うわ、じゃあちょっと飲んでみて。いらっしゃいませ。キャバクラかな。違う、ここはバーだ。ちょっと店員でもないのに触んない。どういうこと。店員さんの仕事だから。さあちゃん店員さんだったの。そうだよ。どうぞ、こちら。なんだい。当店一押しのマッコリです。そんなさらちゃんからこんなお酒出されたらもっこりしちゃうよ。もう震えるんだけど。ええ、なにこれ。え、いや、ちょっと飲んでみて。嘘。なんじゃ、ちょっと後味が抑えかなっていう感じ。あ、飲める。これってさ、飲みやすいからついつい飲んじゃって、ついつい気づいたら酔ってるやつじゃん。女の子と来たらヤバいやつだよ。そうなの。でもこれめっちゃ飲みやすい。だって私お酒本当は苦手でさ、わざわざちっちゃいショットとかで飲む人で、一瞬で辛さを終わりたいから。でもこれはヨーグルトにちょっとだけなんかお酒が入ってる。美味しい、普通に美味しい。今夜酔わしたる。いや大丈夫。じゃーん、これがエゴマだ。あのお肉とか巻いて食べるやつ。いただきます。想像してたものとは全然違うから、本当に私の知ってるチヂミではない。お肉入ってんの。でも美味しい。じゃあいただきます。びっくりするでしょ、ほら。おお、今までのチヂミとちょっと違った。違う、お肉だ。これはやばい。タレが美味しい。うん、いや、ここは気概があった。すごっ。いただきます。いただきます。これはすごい。めっちゃ美味しい。ちょっと辛い。ちょっと辛い。あ、ちょっと辛い。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 ただ。ただ美味しい。めっちゃ美味しいんだけど辛いの。結構これは本場っぽい辛さがどう。美味しい。ケジャンは可愛く食べれるものではありません。まあこんな感じで、ここは全くよ。ということで、みんなも行ってみてね。どうだった、新大久保。楽しかった。ただ、うん、今日サラちゃんに言われたことがショックを受けた。なんだっけ。昨日髪切ったんですよ。髪型どんな感じがいいよみたいな感じで言われて、その通りにやったんですよ。やってもらったら、喧嘩した時にサラの心が漏れちゃったんだけど、カッパって言ってたんですよ。このカッパめとか言ってなんとかなんとかなんとか、何言ってんだこのカッパがとか言って言っちゃったんだよね。いや、あれはでも心の声が漏れちゃったから。でも似合ってる。それがもう今日一日ショックすぎて嘘つくな、嘘つくな。でもチーズ美味しかったでしょ。まあチーズは何が一番美味しかった。え、チヂミ。チヂミ否定したでしょ。チヂミ、チヂミ、チヂミ美味しかった。あとマッコリもね、美味しかったね。あとチーズのキンパも美味しかったよ、サラは。あと 何よりあのチーズのハットが全部美味しかったことに。全部じゃん。全部美味しかった。つまりということで、みんなも新大久保に遊びに来たらぜひ食べてみてね。いいねとチャンネル登録お願いします。みんなバイバイ。